待って、アドベントちゃんと話すの初めてじゃない？こより完全に初じゃない？結構ね、やっぱデビューしてすぐとかをピックアップしたいなっていう気持ちもありまして、そう、ご紹介したいなみたいな気持ちもあって、あさこよで結構ご紹介してたので、あさこよのね確認とかで連絡したりはしていたんですけれども、なぜかね、美獣ちゃん、しおりちゃん、おわもこちゃんとは呼ばいパーティーなるものをすることになっていたりとか。なぜで、なんかアドベントちゃんたちに、その、呼ばいっていう言葉を教えたんですよ。日本語教室みたいな感じでね。なんか、美獣ちゃんあたりが盛り上がってたんかな。呼ばいパーティーしようみたいな。で、なんか、ふわわちゃんとかも、その話をしてたときに、なぜか、こより先輩と一緒にしようみたいな。なんか、こより先輩も一緒に、呼ばいパーティーしようみたいな、なんか、パジャマパーティーみたいな気持ちで使ってたのかな、多分。アドベントちゃんたちは。ふわもこちゃん以外は。でですね、なんか、急に巻き込まれたんだけど、いやでも、なんか嬉しいなと思って。なんか日本に来たらね、アドベントちゃんたちが来てくれたら、なんかそれぞれに似合うなって思うパジャマをプレゼントして、まあ、パジャマパーティーできれば嬉しいなと思って、まあ、名前はちょっと呼ばいパーティーになってるんですけれども、まあ、ふわわちゃんは絶対に本当の意味を知っているというね疑惑もありますけれども、まあ知ってるやろ。We're moving now.